大丈夫か？まあ今のは無理に通ろうとしたトラックが悪いんだが、ビビっちまって声も出ないのか？怪我がなくてよかったな。
もうこんな時間だ。ソータ、僕先に行くね。俺も行くって。さあちゃん。だからさあちゃんはやめろって。もうほらさつき、遅れるんだろ。行こうぜ。あ、そうだった。相変わらず抜けてんな。誰のせいだよ。さつきが忘れっぽいんだろ。ソータが余計なこと言うからだろ。あの距離を5分か。さすがはこの金田颯太様、バスケ部のエースだけのことはあるな。あ、大手先輩、金ちゃん先輩、おはようございます。先輩、どうしたんですか？朝から疲れちゃ、ちょっとね。もしかして、金ちゃん先輩にいじめられたんですか？はるか、お前その呼び方な。あれ、金ちゃん先輩聞いてたんですか？だから、その金ちゃん先輩ってのやめろっての。いいじゃないですか、金ちゃん先輩。だまあまあ、二人とも。大体お前は先輩に対してだな。何ですか？二人とも仲いいね。誰がだよ。誰がですか？先輩。え？先輩、これから生徒会室へ行くんですよね。あ、そうだね。早く行かないと。はるか、逃げんのか。逃げませんよ。金ちゃん先輩の相手は放課後してあげます。くぅ、バカにして。さあ、先輩、行きましょう。うん、そうだ、また後でね。うん。金ちゃん先輩、またね。うわあ。お、沢村だ。え、生徒会室行くとこだよね。あ、先輩。沢村、おはよう。ああ。沢村も生徒会室行くでしょ。ああ。じゃあ一緒に行こう。先輩。何？なんでもないです。二宮どうかした？別。漆原先輩、おはようございます。おはよう。会長、これは？あ、それはだな。王さん。あ、はい。この書類を体育館の放送室に持って行っておいてくれ。はい、わかりました。沢村、頼んでおいた準備は？もう終わった。ならいい。あと来ていないのは二宮だけか。僕ここにいますけど。なんだ、二宮いたのか。小さくてわからなかった。漆原先。なんだ二宮、用件があるなら早く言え。
どうなんてないですよ。だったらよ。ところで何やってんのかな？おしゃれ。おお、二宮どうした？漆原に嫌味でも言われたか？みけ。ほれほれ、笑わないと可愛い顔が台無しだぞ。いたたたたた。だい。おお、そうかそうか、もうちょっとか。ははいてー。それくらいにしておいてやれよ。はいはい。二宮大丈夫？締め殺されるかと思いました。んなわけないだろう。先生。なんだ、ウルツ。先ほど僕が二宮に嫌味を言ったとおっしゃいませんでしたか？おうよ、お前の皮肉は天下一品だからな。皮肉なんか言った覚えはありませんが。そうか。憶測で物を言うのも大概にしてください。はいはい。っていうかどうでもいいけど、始業式に生徒会メンバーが全員遅れて入るのはさすがにヤバいんじゃない？え、うわ、こんな時間。お待たせしてすみません。いえ。早速で悪いんだが、これを見てくれ。
して事務局じゃなくて足原先生なんですか？そうなんですか。パスワードは大事なものだからきちんと管理するようにな。はい。あとはこのアドレ、はい、質問は大丈夫。そうか。はい。